お疲れ様です。リック学会です。今日はですね、まあこれまでろ過、過密飼育のろ過について、物理ろ過、生物ろ過、化学ろ過と3本の動画を上げさせていただいたんですが、まあこれらをまとめてですね、私の意見を、トータルでお話しさせていただければと思いますので、よかったら最後までご視聴の方よろしくお願いします。それではどうぞ。これまで過密飼育について各種ろ材の視点から動画を公開してきました。同時にエアレーションの重要性についても、ここではそれぞれを組み合わせて、あるいは紹介しなかったポンプとの組み合わせについてお話ししたいと思います。あくまでも私の考え方です。皆様が今良い環境を保っているなら変化は加えない方が良いでしょう。ではまずはろ過の流れについて考えたいと思います。飼育水槽より汲み上げられた飼育水は糞などのゴミを含んだまま物理ろ過槽へ流れます。大きなゴミは物理ろ材でキャッチされ、物理ろ材の最も細かい目を通った水が生物ろ過、化学ろ過へ流れます。こし取りきれなかった微細なゴミは生物ろ材に住み着いた各種バクテリアにより分解されます。また同時に色素や匂いは活性炭等の化学ろ材に吸着されます。バクテリアにより分解されたゴミはまずアンモニアへと変化します。アンモニアはゼオライトで吸着可能です。吸着しきれなかったアンモニアはさらに生物ろ過が進み、亜硝酸塩、硝酸塩へと変化していきます。この生物ろ過の時点で大量の酸素が消費され、場合によっては止水域で嫌気条件が整い、ヘドロのように臭い硫化水素が発生することがあります。硫化水素は魚にとって猛毒です。魚の呼吸を阻害し 3.2ppm で呼吸が少なくなり、 25.3ppm で呼吸が停止するという実験結果が報告されています。ちなみに人間が匂いを感じる硫化水素の濃度は 0.0005ppm からとなりますので、匂いを感じたら早めにろ過槽の清掃とレイアウトの見直しを検討しましょう。硫化水素は嗅覚を麻痺させるため高濃度では匂いがしなくなります。また嫌気条件にある水はいわゆる酸欠状態の水であることから、何かの要因でこの水が水槽内へ流れ出すと水槽内の酸素が急激に消費され、魚は酸欠状態になります。放置すれば硫化水素中毒と酸欠の相乗効果で魚は急速に弱ることになるでしょう。さて分解が進み最後に硝酸塩になれば、これは分解されませんので水替えが必要となります。ろ過の大まかな流れは以上になります。ろ材それぞれに役割がありますが、最も重要なのは物理ろ材だと思います。なぜなら仮に物理ろ材で全てのゴミをキャッチできるなら生物ろ過は不要になるからです。もちろん現実的ではありませんが、ここに過密飼育を維持するポイントがあります。過密飼育で皆さん心配するのは何ですか？酸欠や水の汚れだと思います。どちらも関係があります。水が汚れているということはバクテリアの餌が豊富にあるということです。つまり餌があるうちはバクテリアが増殖し、さらに大量の酸素が消費され、水槽内は徐々に酸欠に傾きます。水が汚れてバクテリアにより酸欠となり、魚が調子を崩す。水の汚れや魚の調子を見て水替えにより汚れを排出し、酸素が含まれる水を供給します。ここで考えたいのが物理ろ材です。最初に申し上げましたが、物理ろ材でどれだけのゴミをキャッチできるかが勝負です。では物理ろ材はすべて目の細かいろ材を使えば解決するのでしょうか？もしそんな設置の仕方をしたら、ろ材はすぐに目詰まりを起こし、物理ろ材を通らない水があふれて生物ろ過槽へ流れます。物理ろ材の中でも役割をそれぞれ分担することで効率よく、さらにはメンテナンススペースを伸ばすことができるのです。そのために物理ろ材は粗目から細かい目まで段階的に組み合わせて使用するのがおすすめです。そしてキャッチしたゴミをフィルターを掃除し、
外に出すことで生物ろ過への負担を減らします。大事なのは生物ろ過に余計な負担をかけないことだと思います。そして生物ろ過、ろ材はろ過槽のサイズと魚の量に合わせたサイズを選ぶことが重要だと思います。極端な話、ろ過槽自体がある意味でろ材です。何を言ってるのかと思われるかと思いますが、要するにろ過槽の壁面はろ材と同じく表面にバクテリアが付着するということです。仮にこの表面積で足りるなら生物ろ材は不要です。足らないからろ材を入れて表面積を稼ぐわけです。よく大型魚用に大きなリングろ材がおすすめされますが、一概にそれが正しいとは思いません。大きなリングろ材は構造上通水性に優れます。目詰まりのリスクも少なく、メンテナンス性に優れたろ材だと思います。しかし物理ろ過がしっかりと機能していれば、そこまで通水性にこだわる理由もなくなります。なぜなら大きなゴミは物理ろ過でキャッチされ、ゴミによる目詰まりの心配がないからです。ですから私はブルカミアという非常に粒の細かいろ材を1年以上使用していますが、今のところ問題はありません。メンテナンスは半年に一度を目安に実施しています。もちろんリングロ材ならその期間が伸びる可能性があることは否定しません。ですが私は水の切れを優先し、現状に満足しています。逆もまたしかり、物理ろ過に不安があればリングロ材を選択する方法もあるでしょう。ろ材の最後は化学ろ材。化学ろ材については生物ろ材よりもメンテナンスのサイクルが早いことから、物理ろ過の次くらいの位置に設置してメンテナンス性を考慮した方が良いと思います。ろ過の流れとそれに関する私の考えは以上です。次にポンプについて。基本的にポンプは飼育水の回転数を基準に選びます。だいたい1時間あたり5から10回転が目安になります。例えば飼育水が300リットルの水槽では、5回転するとして時間あたり1500リットルの流量、毎分に直すと25リットルになります。これにポンプの性能曲線から要定を考慮してポンプを選べば大丈夫です。要定とはポンプが持ち上げる距離で水面から水面までの高低差のことです。必要な要定で流量が変わります。では私のポンプはさぞ高回転と思われているかもしれませんが、実は時間あたり4回転です。ポンプの回転数が高いとメリットとしては、餌やり後やろ過槽を触った後の濁りが取れるまでの時間は早くなる。流量があるため比較的止水域はできにくくなる。デメリットとしては生物ろ過の効果が弱くなる。物理ろ過は詰まりやすくなる。ポンプの回転数が低いとメリットとしては生物ろ過が効きやすい。物理ろ過の詰まりは緩やか。デメリットとしては濁りが取れるまで時間がかかる。止水域ができやすいということが挙げられるかと思います。私は低回転のポンプで止水域を作らないためにろ過槽に一手間加えてます。ろ材を整理してきちんと水がろ材を通るようにし、一部エアレーションを行うことでろ過槽の断面積を小さくしています。その結果エアレーションしていない部分の流速が速くなり、止水域ができにくい環境を整えています。もちろんこのエアレーションはバクテリアへの酸素供給の目的もあります。以上が私のろ過に対する考え方となります。これは私の経験と調べた知識に基づいています。時には学術論文にも目を通し、今より少しでも水槽の環境を向上させるべく努力しています。この動画が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。ということで、さようならと言った後なんですが、今のはね、ちょっと時間をかけてね、私なりに考えて整理した文章をね、作ったんですね。10分程度でしょうかね、になったかと思います。はい。ろ過に対するアプローチの仕方っていうのは人それぞれだと思うんですね。物理ろ材について私はね、目の粗さを、粗いものから順に細かいものに変えるっていうやり方をね、して、そういう考え方でやっていますが、もちろんね、じゃなきゃダメっていうわけではないと思うんですね。
というのが、例えばウールマット、あれはね、すぐ目が詰まるんですけど、詰まったものすぐポイッと捨てて新しいやつでふっとそのサイクルでちゃんとねできるんであれば僕は全然いいんだと思うんですよね。むしろ手間がかからないかもしれない。捨ててね新しいやつを置くだけですから、洗うっていう手間はない。まあその分サイクルが短かったりとか、あるいはまあお金がかかってしまうというところはあろうかと思うんですね。だからそれでいいよっていう方にとってはね、それが多分いいんだと思うんですよ。だから別に全然ね、それでいいんですよ。だから最初にね、最初にというか、まあ動画の中でも申しましたけど、まあ水がね、おかしくないというか、綺麗であれば、別にそのろ過をね、今、変にいじるのは逆にバランスを崩すことになりかねないんじゃないかなと思ってます。だからこれは、あ、そういう考え方もあるのかというところで、もし今のろ過がどこかで破綻したりとか、バランスが崩れた、なんてことがあった場合にです。あ、そういえばあんなこと言ってる人がいたなと、ちょっとね、その時に思い出していただければ、自分のろ過と私の言ってるそのね、この考え方とですね、まあちょっと照らし合わせてみて、もしかしたらここの部分かいつまんでですよ、ここの部分こうね、使えるかもしれないとか、もしかしたらこれやったら良くなるのかなみたいなとこ試せたりとかですね、あると思うんですよ。だそういう時に振り返っていただきたい動画かなと思ってます、今回のねこの動画については。でまあもう年末に差し掛かってますしね、まあ年末年始休み、この動画はですね12月の、25日金曜日に上がってると思うんですね。まあ当然その前に編集してますんで、やってるのはその前なんですけど、まあ冬休みの間、年末年始休みの間にですね、もし時間が取れて、まあろ過のちょっと調子悪かったからなーなんていう方いらっしゃったらですね、まあ参考にしていただければありがたいかなと思います。まあこの動画全てではなくても、その一部切り取ってでもですね、まあ何かのお役に立てればいいなという次第ですね。はい、まあ動画内容と、そのこの今回の動画を作った私のまあちょっと後書き的なね、意見ということで、お伝えさせていただいたんですが、私の方ですね、チャンネルのメンバーシップやってます。でこちらについてはですね、まあ、月に、190円から入れるということで、メンバーシップの方を募集させていただいていると。で見ていただければね、リンクの方に、リンクを概要欄の方に貼っておきますんで、見ていただければご理解いただけると思うんですけど、各種特典ご用意します。でまた最近ね、 YouTube のコミュニティメンバー専用のものがございますので、そちらを活用してですね、メンバーの方にいろいろと、まあ、オリジナルグッズ、私の手作りではなくてですね、アート書家の愛子さんという方ですね、でご協力いただいてグッズの方を制作して販売の方させていただいてます。まあそういったこともありますし、今後まあアクアを広めていきたいという気持ちがありますんで、今後もですね、まあメンバーシップの人数がもうまだね、私の思うところにはどうしてもね、なかなか私のこれ努力不足で申し訳ないんですけど、達していない分がありまして、ある程度のねメンバーの方、入っていただければですね、アクアを広げるために、まあ水槽のねプレゼントなんかを、定期的に行えればいいなと思ってます。まあ年にねとりあえず1回はやっていきたいなというところをですね、でまあメンバーの方が増えてきたら、まあ、それに伴ってね頻度をちょっと変更していこうと思ってますんで、もしよかったら、あるいはね私のそのこういった動画、応援してくださるという方いらっしゃいましたら、ぜひですねチャンネル登録の他にメンバーシップ登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、お会いしたいと思います。今年はこれが最後の動画になるのかなとちょっと思いつつ、最後のね年末の挨拶はまだしないでおきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。